参議院議員の平良佳子さん、お願いします。新宿駅西口ご利用ご通行中の皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました私、日本共産党ここ東京選挙区選出の参議院議員平良佳子でございます。今日はこの場所をお借りいたしまして、全国革新校の皆さんとともに安倍政権による憲法9条改憲ノーの署名活動を行っております。ぜひとも皆さん、戦争は嫌、平和が一番、9条は変えないでほしい、安倍政権による改憲はストップさせよう、その思いを署名に託してください。ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。何しろ安倍首相は本気です。本気で憲法9条を変えようとしている。先日も地元山口の後援会で総裁選で参戦を果たしたら、改憲案次の国会、秋の臨時国会に提出を目指したいと明言しています。けれど今そんなに急いで憲法を変える必要がどこにあるというのでしょうか。確かに1年前、北朝鮮が次々とミサイル発射、 J アラートも鳴りました。一触即発、どうなるかわからない、不安だった皆さんも多いと思う。けれども今年、南北首脳会談、米朝首脳会談実現した。あの板門店宣言では北東アジアの非核化や朝鮮戦争の終結、それを目指すということが明言されているじゃないですか。そうやって北東アジアへの平和の動きが加速している今この時に、憲法を変えて自衛隊を書き込むなんてとんでもないんじゃないですか。そしたら安倍首相は言うんです。災害救助の先頭に立って頑張っている自衛隊員、憲法違反と言われるのはあまりにかわいそうじゃないですか。でも皆さん、そもそも陸海空軍その他の戦力保持しない、憲法には明確に書かれているこの九条に反して、必要最低限の実力組織だからと言いながら自衛隊を作ったのが歴代自民党政権じゃありませんか。その上 PKO やテロ対策、イラク戦争と、その自衛隊を海外へと派兵していった。3年前の2015年には戦争法を施行し、自衛隊が海外で武器の使用もできるようにしてしまったのが安倍政権。そうやって9条の解釈をねじ曲げて憲法違反を繰り返してきた自分たちの行動を正当化する、あまりに自分勝手な改憲なのではないですか。それに自衛隊、災害救助に頑張っているのに違憲と言われるかわいそうな自衛隊、そういう組織では残念ながらありません。確かに災害の先頭に立って頑張っている、その行動、それには私も心から敬意を表します。しかし実際はもうすでに世界で戦える軍隊になってしまっているのが自衛隊。先日発表されました世界軍事ランキング、グローバルファイアパワー2018では日本の軍事力世界の中でも第8位。軍事予算、日本の予算は5兆円を超えていますが、その予算規模はフランスやイギリスに匹敵する規模なんです。第3要求では陸上配備型迎撃ミサイルシステム、イージス・アシュアの導入やステルス戦闘機 F35 の導入計画もあるんです。今年も今年度も敵基地攻撃能力を持つ長距離巡航ミサイルが導入されてしまいましたが、これはロシアや北朝鮮にも届く、そういう能力を持っているミサイルです。これはロシアや北朝鮮からすれば明らかな脅威なのではないですか。そういう自衛隊を
ことか。北東アジア周辺国から見ればそれは日本の戦争するぞ宣言と取られても仕方がない。北東アジアの平和の流れを押しとどめる危険な会見と言わざるを得ないんじゃないでしょうか。そんな会見止めてまいりましょう。もちろんそれだけではありません。やはりこの会見で一番影響を受けるのが自衛隊員その人です。会見で自衛隊が書き込まれたら自衛隊の皆さんがそれこそ世界中の戦争に巻き込まれる危険性がある。アメリカの戦争になって連れて行かれるかもしれません。もう実際救助を帰るまでもなく、イラクが大量破壊兵器を持っているというアメリカの嘘から始まったあのイラク戦争にも自衛隊は協力させられているじゃありませんか。しかも今年明らかになった日報ではそこで戦闘が行われていたということも明らかです。となれば会見されればそういうアメリカの危険な戦争に巻き込まれる自衛隊員が殺し殺される被害を被るのは間違いない。そういう自衛隊員の命を危険にさらす会見を止めるべきじゃないですか。ありがとう自衛隊員、ありがとうアメリカのために死んでくれてありがとう自衛隊員にさせないためにも会見のその声を上げてまいりましょう。そして何よりも言いたいのはそういうアメリカ言いなりに一番なるのが安倍政権だということです。だって安倍政権アメリカに何も物言えないじゃないですか。今日も横田基地にオスプレイ配備が10月に正式に行われると決まりました。もうすでに一時飛来が行われていて夜中の夜間訓練だって行われている。大変な騒音で墜落の危険もあると言われている中で住民たちはやめてくれ、配備を中止してくれと声を上げているにもかかわらず防衛省は何も言えない。沖縄の基地だって同じです。先日沖縄県知事小長知事は亡くなりましたが、小長さんは死ぬその時まで沖縄への米軍基地撤回を求め続けていた。まさにこういう仕事こそ日本政府がやるべきことではないですか。ぜひとも皆さんこういうアメリカ言いなりで自衛隊を海外の 戦場へ派遣する、平和を壊そうとしている安倍政権ノーの声上げていこうではありませんか。沖縄の選挙でも勝っていこうではありませんか。私たち日本共産党も日本の平和を守るため、救助を守るため、皆さんと共に力を合わせる、その決意を申し上げまして、この場からの訴えといたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ただいまの訴えは、日本共産党参議院議員の平良佳子さんでした。